マスターす。聖書メッセージの時間となりました。感謝いたします。ではお祈りいたします。天の父さな神様、この聖書メッセージの始めから終わりまで導いてください。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。今日は3月の12日ですね。だいぶ外ではまだ桜は、 開花してませんけど私の、まあ、ベランダにバラが、えー、今年は思い切って、えー、1月の15日過ぎかな中頃を、えー、剪定しましただいぶ芽が出てきて、えー、大きくなって歯が出ましたですね、えー、このような皆さんは花が大好きでしょうか私も今、えーまあ、花,花ですね、えー、花が大好きです特にバラ,バラを、まあ、ああベランダに座っていますけど ま、今日は、まあ、前置き長くなりましたけどこの御言葉「えー、ペテロの手紙第一」ですね「ペテロの手紙第一」のこの24節と25節、えー「人は皆花草のようでそ,このその境は皆は草の花のようだ草は塩で花は地しかし地の言葉は常習に変わることがない、はい、イザヤ書にも、えー、そういうこの、えー、草の またソロモンも、えー「のんの咲く花は見ぬがよい、えー、あなたたちはあ神様を養ってくださる」ということを感謝いたします「御言葉神様の愛」ですね。はいえー、前を受けながら言いました今日はこの「えー、人は皆草のようでその境は皆草の花のようだ草はしおれ花は散るしかし 死の言葉は特殊性に変わることがないですね。はい。えー、では、早速、このペテロの手紙第1の一章を読みしていきます。えー、イエス・キリストの人、ペテロらポント、ガラティア、アカパ、トキア、アジア、ビテニアに散っている、散ってきるしている選ばれた人々、すなわち、父なる神のうちに従い、御霊の清めによって、 イエス・キリストに従うようにまたその地の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へどうか恵みと縁があなた方の上にますます豊かにされますように私たちの主イエス・キリストの父なの神が褒めたたえられますように神はご自分の大きな憐れみのゆえにキリストイエスが死者の中からよみがえられたことによって私を新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました またあ、朽ちることも、けがれることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄われているのです。あなた方は信仰により神の身近によって守られており、終わりの時に現れるように用意されている救いをいただくのです。えー、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今は、しばらく間、様々な試練の中で、 悲しまなななければならないのですかあなた方の試練信仰の試練は火で清廉されつつなお朽ちていく金よりも尊くイエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかりますあなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており今見てはいないけれども信じており言葉に尽くすことのできない世界に満ちた喜びに踊っています。 これは、えー、信仰の結果である魂の救いを得て,得ているからです。この救いについてはあなた方に対する恵みについて預言した、預言者たちも熱心に調べ細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされた時、えー、誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです。彼らは、 それらのことが自分たちのためではなくあなた方のための方針であるとの啓示を受けました。そして今やそれらのことは天から送られた。霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知ら,知らされたのです。それは見つかれたちもはっきりと見たいと願っていることなのです。ですから。 あなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時に、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、いずれあなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わす、あなた方を召してくださった聖なる方に願って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。また 人をそれぞれの技に従って公正に裁かれる方を父と呼んでいるのならあなた方が地上にしばらくとどまっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさいご承知のようにあなた方が不祖伝来のむなし生き方からあがない出されたのは銀や金のような朽ちるものにはよらず傷もなく穢れもない子羊のようなキリストのたっと一によったのですキリストは世の始まる前から知られていましたが この終わりの時にあなた方のために現れてくださいましたあなた方は死者の中からこのキリストを蘇らせて,て彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々ですこのようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのですあなた方は真理に従うことによって魂を清め偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから互いに心から熱く愛しなさい あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです人は皆草のようでその境は皆草の花のようだ草はしおれ花は散るしかし死の言葉は徳教えに変わることがないとあるからですあなた方に述べ伝えた福音の言葉がこれです、えー、感謝いたします特に24節25節 人は,皆草人は皆草のようでその境は皆草の花のようだ草はおで花は散るしかし死の言葉は特殊性に変わることがない感謝いたしますこの福音、えー、この世紀訪れこの御言葉ですね、えー、創世紀一章の一節神が始め天と地を作られたこの一環としてまたヨハネの福音ヨハネの目視録の最後の節、 また来ると約束された、来ると約束された、この、えー、旧約聖書と新約聖書一貫として私の救い主、主イエスキリストのことが述べられています。生きる目的、生きる支え、今現在、ロシアとウクライナの戦争で、えー、2年目に入り上げましたですね、厳しいですね、先ほども私も。えー YouTube で新防衛研究チャンネルという方の動画を見てウクライナの共同防衛隊に入った親子2人がバクで亡くなったということで、まあ、悲しいですねそういう多くの犠牲にあって国を守る。 他国の侵略を守るということに、えー、ウクライナを頑張っています、えー、私も鼻のいますけどニースニーユンダクにおいては、えー、ウクライナに、えー、平和をウクライナのおお完全な主権の回復をまたあウクライナからロシア軍のお大体をお少し話題かなりましたけどそういような人生、えー、にあってもこの生きる福井望みですね この幸い、私の救い主、主イエス・キリストが、私のため、あなたのために、ジェン・ジュニーのために、十字架で尊い血を出して、救いを完成させてくださいました、この福音、そして、もうすぐイ,イースターですね、蘇りました、墓に葬られて蘇りました、そして、ケパをはじめ、500人の方々に現れました、そして、天に昇るとき、また精霊をお与えになると言われ、精霊を御神節に下りました。 この今、父の神様はイエス様は小さな神様の右の座に座して私のために祈っておられます。私は朽ちていきます。人間朽ちていきます。ある方は先ほどのように戦争によってまた交通事故によってまた病によってまたある方はらのら命を立ちますけど私は縁にこの肉体が続くものでありません。朽ちていきます。鼻が朽ちるように、私の、 肉体も朽ちていきますけど、魂はこの御言葉、イエス様にある永遠の命、イエス様を信じる魂、幸い、恵みに預かってほしいと願うものです。この永遠の命、よき訪れ、私はイエスと共にこの肉を脱いで死と共に永化されて永遠に生きる魂。 えー、望みを持っていますあなたもこの福音のこの聖書をもとに、えー、新たな歩み、えー、生きる望み、えー、現実は厳しいです、えー、このように多くの事件やまた戦争またいろんな困難がありますけどあなたも生きる望み、えー、復活イースターですね、えー、花は散ちますあなたはこの生きる望みを手に持つことを をお伝えします。えー、感謝して、えー、この祈り、イエス様のお名前によってお願いいたします。雨いつもいつもお恥ずかしい聖書メッセージとなっていますけど、この聖書をあなたの心に、あなたの魂に、えー、最寄りの聖書的な教会において、あなたもイエス様を信じる魂になってほしいと願っています。えー、このマスターとの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。えー、次回のお 最初、メッセージでお会いいたしましょう。週明け熱、パッションブルズユー、シャロモ、シャロモ